たよ。来たね。うん、来たよ。見に来た。見に来た。見に来た。大メタル君が言ってたよ。そう。超レアな。超レアなやつを。ジャックハンマーが。そう。見たい。見せやんどっかな。なんでやねん。見せてよ、早く。用意してるねん。おこれ。すごいな、綺麗。ステルスブレード。ステルスブレード。うん、これね、うん、だから透明なんですよ、リップが。レアなんやな、これ。まあ、レアっていうか、だからこれ日本売ってないんですよ。あ、日本売ってへんからレアなんやな。日本未発売で、向こうでももう超話題の。そうなんやな。だって、LINE ニュースで言ってたらしいよ。出てたみたいな。LINE ニュースで言ってるのすごいから、うん、これね、まあ、ダイメタルのやつなんか見たら、そんな感じだったし、うん。そうそうそう。で、エヴァにもないねん、これまだ。エヴァにもないんや。ないから、そう、うん、僕らも手に入ってなかったけど、うん、たまたま手に入ることができたという。へえ、すごい、すごい、ありがとうございます。見れた。見れたでしょ。これ見れるだけでもすごいな。いや、めちゃめちゃレアやで。なあ。ほんまに売ってないから。なあ。そう。で、僕、実際投げてみたんやけど、うん。ね、通常のジャックハンマーよりも、うん、もっと細かい感じが。ブレードっていうか、この、プラスチックの部分かな、うん。これがすごい細かくパタパタって動いてくれるから、うん、ピッチも細かいし、結構、ナチュラルに誘えたり、うん、スローリトリューブでもいいんかなって感じです。まだ僕もちょっとそんな使い込んでないんで、うん、がっつりは言えないんですけど、なんかその、うん、普通のノーマルのジャックハンマーとの使い分けっていうのはめちゃめちゃできそうで、それトレーラーは一緒でいいの？トレーラー？うん、トレーラーはね、とりあえずそのヘッドシェーカーの5インチ今作ってるけど、うん、まあその細かいから、うん、ちょっとこうスイミングジグチックな使い方したりとか、そんなもできるかなと思って作ってる。なるほどな。うん、いいでしょ。また使い分けも教えてほしいわ。あ、トレーラーの使い分けよ。ねえじゃないわ。ねえじゃないわ。言われてたでしょ、ね、皆さんに。この間も悩んでて、店で。あ、買おうとしたんや。買おうとしてた。で、結局買ってない。あ、そっか。聞いてからにしようと。ちゃんと説明しようかな、それじゃあ。してよ。できんの、今。ちょっと用意するけど。あ、いいよいいよ、待つ待つ。待ってる？うん、待ってる。賢く待てる。あ、じゃあ今日それ説明するよ。するか。うん、する。とかそうか。ちょっと用意するから、うん、待ってる。はい、お願いします。OK。用意したよ。用意した、ありがとう。用意した。うん。え、で、何悩んでたの？何悩んでたかもう分からんぐらい、何買っていいか分からんかった。さっぱり分からんかった。あ、じゃあもうそもそもトレーラーがどうしたらいいのか分からんかった。そう、いや、トレーラー買いに行こうと思って行ったのよ。はいはいはい、はい、で見てても何にも分からんかったから、はい、リール買った。もうこれを見たら、うん、まあね、動画見てくれたら、うん、チャタのトレーラーっていうのはどうしたらいいかって分かるように。もう迷わんでいいの？うん、迷わんでいい。迷う必要がなくなるの？迷う必要がなくなる。ほんまか？だって、うん、用意するのって、うん、こんだけやもん。お？え、こんだけでいいのか？こんだけ。だから今度はこれね、いやいや、種類あるよ、うん。種類あるけど、3種類やもん。え、これでいいの？うん。なんか、3種類。え、少ないなと思っててんよ。そう、まあシャトテール系でしょ。うん。ピンテールでしょ。うん。これもピンテールのグリーンやけど、これツインテールリンガーの 4.7 インチね、うん、エヴァグリーンのアームね、はい、これ全部エヴァグリーンやけど、うん、で、これがバセンリミスティックの5インチ、はい、でヘッドシェイカーの4インチ、うん、ヘッドシェイカーの5インチ、うん、まあ、これも4インチつけてる。だから、はい、まあ、要は、3タイプよね。ほう、うん、3タイプで、うん、僕これで1年やるから。1年やんの？前のめりになったわ。1年やるよ、これで。まずトレーラー選びで悩むでしょ、うん、悩んだ。何をどうつけたらいいの？そう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 。僕1年間巻くんですけど、うん、基本的に考え方っていうのがあって、うん、まず、夏と秋っていうのは、はい、まあ、簡単に言うとね、うん、夏と秋は、目で見て合わせる。おう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 。で、冬と春は波動で食わせる。波動で食わせる。振動ね。振動でね。そう。で、それを意識したトレーラー選択をすれば、うん、OK。へー。そう。なるほど。っていうことなんですよ。うんうんうん、で、まあ、具体的にじゃあそれ何なのっていうと、うん、まずは秋は、うん、速さが大事。速さが大事。速さが大事。スピード。スピード。速く巻いて、見切らせないように食わせる。うん、まあ、先に目で見る。食うって言ったから、うんうんうん、秋に関しては、うん、僕これね、うん、ヘッドシェイカーの5インチ、はいはいはい、をつけてる、うん、で、あとバセリンミスティックの5インチ、うん、はいはいはい、まあ、これ、両方つけてるんですけど、うん、なんか気づく点ない？気づく点、うん、いきなり質問？いきなりクイズ？クイズ。これ見てなんかおかしくない？
何もないよそれは。え、ほんまに、うん、おかしいよ。え、なんか気づけない、うん、これよ、なんか気づけない。そうやね、さっきからな、気づいててん実は定規逆についてる。そうやねそれな、じゃあ言っていいかわからんかったんずっとこれ絶対間違ったわってえ、ちゃうっていや、プロがな、うん、逆つけてはるわと思ってちょっと笑っててこれ気づくやろ、刺してる時に反対になってるやん、気づくやん。いや、ぼーっとしてる時あるやん。そんなわかるわあ、それわざとつけてたの？これわざと。あ、そうなんや。そう、これね、ヘッドシェイカー5インチを上下逆につけてるんですよ。へ、う、ぇ、ん、で、こうすることによって、うん、要は、本来のシャトテールっていうのは水をね、うんうん、すごい噛みやすいようになってるんですけど、うんうん、こう、テールがこうやって動くから、うんうん、で、上下逆にすることによって逃がすんですよ。はいはいはい。だから、すごい細かく動いてくれる、うん、テールが、うん、なるべくこっちが動く、要は細かいけどあんまりこう動かんくなって、見た目は動いてるんですけど、うん、水は掴んでないです、うん、逃がしてるから、うん、で、ボディが長いから、うん、これやるとね、早く巻けるんですよ。ほうほう。で、すごいタイトになる動きが、うん、だからあんまりこう、血取ったりとか、うん、暴れたりとかね、うん、せんと、なるべくまっすぐ綺麗にバーって引いてこいます、うんうん、だから早巻きしよう、これは。ほうほうほう、早巻きしよう、ね、早巻きしよう、早巻きしようの時は、ヘッドシェイカーの5インチを上下逆にする。ほう。そう。で、よく使う、うん、昔とかは、坂又シャットとかね、ほうほうほう、あとデス、デプスのデスアーダーの6とか、はいはい、なんかあんなんつけたりもしたんですけど、うん、最近結構5インチこう上下逆にしてやるとすごいバランス良くてよく釣れるから、うんうん、これは秋とか結構おすすめ。早巻きでね、早巻きで食わせる、うん、で、まあこのバセリンスティックの5インチも、うん、基本的にこのピンテールだから、はいはい、あまりこの波動がないんですよね、うんうんうん、で、結構、この5インチの上逆付けに比べたら、うん、ちょっとだけ暴れる、暴れる、うん、ちょっとだけ暴れる、まあ血道だったりとかするんですけど、ね、逆にそれがいい時もあったりするんで、うん、ただ基本的に動き的には弱いから、うん、もう早巻きでバーッと巻いてくれる、うん、で、まあ、そういう感じで秋っていうのは、まあ、水質がクリアやから、うん、見切らせないようにスピードを上げて食わせる、はい、なるほど、っていうのが肝です、はいはい。で、夏ね、夏ね、うん、2時間縛りやったでしょ。2時間縛りやります。これでやったもんな。そう、これなんですよ、うんうんうん、これツインテールリンガーの 4.7 インチつけてるんですよ。はい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 、そう、きたきたきた、これをつけてるのは、うん、これも、四角を意識したやり方、うん、で、要はこのテールは、うん、バラバラバラっとこうこうやって動いてるんですね、うんうんうん、だからすごいこうランダムに動いてくれるし、はいはい、このリブ、リブ、うん、このリブが全部、うん、全面リブなんですね、はいはいはい、結構こいつは溝掴んでくれるんですよ、うん、ただ、こいつ自体に動きがあるわけでもないんで、うん、チャターの振動に沿ってこのリブのワームがバラバラバラって動いてる、はいはいはい、でそれの動きが目で見た時に、うん、もうバスからしたらもう何か分からへん、ボワーって動いてるから、うん、はいはいはい、だから食っちゃうみたいな。なるほど。そうで、夏の場合とかは、うん、これをウイドに突っ込まして、ウイドクワンしたりとかして、はいはいはい、よりバラバラって動かして、瞬発にバラって動かした時にリアクションで食ってる、うんうん、っていうような使い方をするんで、うん、まあ、結構夏は僕はツインテールリンガーの 4.7 を使う。ほう。そう。で、まあ、この使い方は、夏ね、うん。夏ね。で、今言ったこの2個っていうのは、さっき言ったように目で見て食わしてるね。はいはいはい、切ったりして、うん、要は、こう、いきなり現れたりとか。うん、もしくは早く巻いてですね、秋やったら早く巻いて、うん、見切らせないように壊して、これは夏と秋、はい、で、冬、冬、春、冬、春、まあまあ春から説明しよう。あと分かる波動強めとか息って言うねんけど、へえ、そうなんや。そう、バスってそういう生き物なんですよ。やった、生きれるわこれで。また生きれるね